どうも、キュウスケでかいってまずいです。おしゃしゃ、スースースマイス。トレンドに乗るな。というわけでですね、今回まずラビット仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。あー、どうも、お久しぶりです。あー、すいません。じゃあ、よーミスター関、コンクドンする成仏しないだろうね。今回の仰天シリーズは、若者の間で世界的な人気を誇る TikTok、 そこでは危険なナツメグチャレンジというものが行われているのね。というわけでですね、今回そのナツメグチャレンジについて触れていきたいと思います。現在 TikTok で外出自粛の暇を埋め合わせるかのように、若者の間でナツメグチャレンジという危険な動画が出回ってるのね。その若者の人にぶっ飛ばすぞ。一般的に香辛料として知られるナツメグだけれども、常識を超えた量を一度に摂取するとアレルギー反応や幻覚作用を引き起こす可能性が高い。そして小さじ1杯のナツメグでも胃痛、嘔吐、動悸、混乱、眠気、興奮、幻覚などの症状を引き起こし、最悪の場合病院へ搬送され重症化するケースも少なくないよね。そしてこの危険なチャレンジが TikTok のトレンドとなり、家庭に買い置きしてあるナツメグの粉末を若者が一気に飲み込み、体や精神的な変化を動画に収め TikTok へ投稿してるのよ。クソ野郎、本当に怖えよ。そしてこのチャレンジに挑戦する若者の顔は表情が引きつり、ドラッグを乱用しているような表情や症状が現れたのよ。やっぱ夏はナツメグよな。関係ねえよ。そしてある少女はカップの中にナツメグを 12g 入れて一気に飲み干す様子を撮影しており、どのような症状が出てくるかを TikTok へ投稿したのね。そして3時間が経過してから少女は自分の体に変化が現れたことを主張していて、頭が動かせない、壁に張り付いてるみたい、とても混乱しているとコメントしていたのよ。煽り立てんな。そして彼女以外にも海外を中心にナツメグチャレンジを TikTok へ投稿する子供が急増してる。なんかすごいね、熱が出るらしいね。つまり情熱だよ。おめえ普段からやめ。そしてオーストラリアのニューサウスウェールズ中毒センターは、子供を持つ親たちへ警告をしており、ナツメグチャレンジに関する問い合わせが増えている。ほとんどは自宅で退屈している10代の子供を持つ親からの相談です。ナツメグは料理に使用される一般的なものだけれども、適量を超えると危険、ナツメグは子供たちの手の届かない場所で安全に保管してくださいと語ってる。赤ちゃん扱いやないか。大人赤ちゃんだろ。場合によっては人工呼吸器を要するほど重症化したり、肺の状態が16時間も続いたと報告する若者もいるので。そして5年以上前にも同様なチャレンジ、シナモンチャレンジというスプーン1杯のシナモンを口に入れ水を飲まずに我慢するという危険極まりない動画がアメリカを中心に広まっていたのね。そんなやってたよ。悪いやつだよ。そしてシナモンは腐食性で、呼吸困難や肺に重篤な損傷を負う危険性もあり、多くの若者が集中治療室に運び込まれている。このチャレンジに関しては現在トップを走る日本の YouTuber が危険を顧みず投稿していたのね。ただでさえ医療現場が混乱している時期のために、無駄に搬送されることのないよう、また TikToker には正当な方法で有名になってほしいよね。そんなね、くだらねえことしねえね。絶対黄色だろ。